黑道及 Phoenix 未来原神的游戏视频，现在呢是在做凯亚的邀约事件，已经是完成了三个结局了，还剩两个。我们看一下这个分支，还是感觉上蛮多的，等于现在是还剩两个分支，我猜就等于是每个分支各有一个结局。看一下这个剧情是什么，等于是回到蒙德之后，当时好像是说，我当时好像是问是要去跟着一起回骑士团，还是要去做别的事情。見ろ。モンドのこれで約束のお土産を。哦，他还好，好像还之前给了个灯，那个灯我们还没有查看呢。ランプを売っていた商人によると、まあ、お前は珍しいものが好きだろう。だからどういたしまし。それじゃあ場内に入る。お土産をまずみんなに、それとも先に休むか。ただ一人で部屋に。但是这边我们选休息。お前のような心優しい友人を持てて俺は誇らしいぜ。なら大聖堂広場で一休みしよう。銀遊詩人が弾くライアーの音に耳を傾け、鳩に餌をやりながら過ごすとするか。这个教堂广场我怎么记得特别特别高啊。大聖堂あたりのあの穏やかな雰囲気が少しばかり恋しいぜ。まあ急ぐ必要はない。ゆっくり歩いていこう。又一个礼盒。之前他给我了一个什么壶，这个不会是又是成格壶的一个东西吧？我记得好像在哪个剧情线就是结束后，他说是打开。当时好像是打开之后，我也是没有点开来查看。天哪，这边这个陈阁湖里的东西已经是乱的不能再乱了，我都不知道好多东西，我看了都不清楚它的来源，想说这是哪来的？这就是一个买的图纸吗？些奇怪的瓶瓶罐罐是这个东西，凯亚的礼物，好吧，就是一个摆设。之前说是这个壶，这是一个什么灯，壶灯，对，这个东西就是它让我们喝酒，或者是当什么吃饭，还是当什么，就感觉怎么着都不合适。オルモス港のあたりは夜でも賑やかでな。あそこの奴らは思っている以上に休むのが遅いらしい。だがモンドは違う。昼は大聖堂広場で誰かしら祈りを捧げたりライアーを弾いたりしているが、夜になるとパトロール中の騎士を除いてほとんど人の姿が見当たらなくなる。ほう、いい質問だ。スメールでの暮らしは確かに面白いと思うぜ。以前日が暮れた後に街中に座って酒を飲んでいたことがあるんだが、そしたら通りすがりの傭兵にダンスに誘われたことがあってな。後で知ったんだが、そういったことはめったにないらしい。あいつらかなり上機嫌だったようだ。酒の席で歌う曲もいくつか教えてもらった。これがなかなかユニークでな。だがそれでもモンドの自由で素朴な暮らしの方が俺には合ってる。
俺みたいな正直者はそういった生き方のが向いているのさ。さあどうだろうな。それはさておき、お前は大聖堂で合唱を聞いたことはあるか？吟遊詩人が演奏する詩じゃなくて大聖堂の聖歌隊が歌うやつだ。这个真的能听到吗？なら今日はそれを案内してやろう。ちょうどそこにシスターグレイスがいる。直近で合唱イベントがないか聞いてみるとしよう。ごきげんよう、シスターグレイス。ちょっと聞きたいんだが、近々大聖堂で公演の予定はないか？それが申し訳ないけど、以前から予定していた賛美歌コンサートは延期になってしまったの。所以帮马儿解决这个事情就是我们这个剧情线。なんだ？何かトラブルでもあったのか？それが、ガイア隊長ならご存知かもしれないけど、私たちは教会の聖歌隊以外にもアマチュアの聖歌隊を作ろうとしていてね。ああ、確かに聞いたことがあるな。今後教会の合唱イベントはいくつかの聖歌隊で交代しながら公演するとか。ええ、それで歌の得意な信者にたくさん声をかけて入ってもらったの。基本的な音楽の素養と敬虔な心さえあれば問題ないつもりでいたんだけど、ひとたびグループリハーサルが始まるとそれぞれの喉が好き勝手に声を出し始めて、どうにもうまく合わないのよ。私の声楽の教養にも限界があるし、うまく指導してあげられていないのも原因の一端ではあるんでしょうけど、ガイア隊長は合唱を聞くのがお好きなのよね。声楽については詳しいかしら？俺が？俺は音楽に関しちゃ全くのど素人でな。ただもしシスターが助けを必要としてるなら、その道のプロを紹介してやれるぜ。我能想到一个人、但是还有别的人吗？本当に？ガイア隊長、感謝するわ。プロの方ならきっとこの状況をどうにかしてくれるはずよね。さっき言ったプロのことはお前も知ってるはずだぜ。モンドじゃそいつは詩に精通する人の中で一番歌が上手で、歌い手の中で最も詩に詳しい。しかもとても見つけやすいと来た。酒場に行けば十中八九会える。好吧，他我刚才是在犹豫，就是是去找温迪还是去找芭芭拉。芭芭拉是教堂的人，我觉得去找，但芭芭拉是他的这个，哎，好，温迪直接在外边，好吧。他的那个应该是算一个他的兴趣，温迪这个应该算是他的本职，所以可能找温迪更合理。呀，二人ともお揃いでどうしたの？さ、座って座って。僕たちの中でしょ。パットン、ムーンリットアレイとアップルサイダーを一杯ずつ頼む。なかなかセンスのあるチョイスだね。さ、乾杯しよう。友人と共に杯を交わす時間は美酒そのものよりも味わい深いものだ。さすがはロマンチックな吟遊詩人だ。お前の言葉にはいつも詩情が込められているな、ウェンティ先生。ただここ最近は先生の新曲もないようだし、大聖堂の公演まで延期になってる。それでみんなの楽しみが一気に減っているようだ。おっと、シスターグレイスが主催する聖歌隊の公演なんだが、先生も知っているよな。もちろん。ちょっと真面目すぎるところもあるけど、みんな素敵な歌声だし、
僕は気に入ってるよ。ほう、なんだ、お前も神を称える音楽が好きだったのか。そうだね。たとえどんな形でも、歌い手の声から情熱と喜びを感じられれば、それは素晴らしいパフォーマンスだと思うよ。情熱と喜びか、面白い着眼点だ。その理論でいけばバルバトス様もきっと聖歌隊の公演を気に入ってくれるだろうな。へえ、どうしてそう思うの。そりゃあバルバトス様が心を尽くして門戸を導き、そして守ってくれたからこそ、今の門戸の民はこうして大聖堂で美しい詩を歌えるわけだろう。人々の幸せに満ちた心の声を聞ければ、バルバトス様もきっと満足してくれると思わないか。我们之前按照剧情是谁知道温迪的真身？我怎么感觉是好像是琴知道吗？之前是哪儿去？第一次去可丽岛的时候。已经，而且好像之前还有一个什么什么风花节还是叫什么，总之也是很多的活动节日，很多也是不太清楚究竟是谁，除了我们之外是谁，谁还知道，现在是推测出来了。バルバトス本人はそこまで考えてないかもしれないよ。大聖堂の合唱は名目上は神に捧げるものだけど、実際それを耳にするのはこの世界を生きる人々だ。みんなが楽しんで聞いてくれればそれでいいんじゃないかな。ああ、シスターグレイスもそのことを理解すれば悩んだりしないだろうな。あ、彼女何か困ってるの？なるほど、確かに彼女は求めるレベルが少し高すぎるのかもしれないね。音楽のセンスを持つ人たちが自由に声を出して歌えば、それだけで耳に心地のいい曲は出来上がるのに。我觉得不在一个调上人意多了，你应该就听不出来了。最初に風神に歌を捧げた人たちだって音程は合ってなかったからね。それに自由の神だってきっと。モンド人が自由に心の真実を歌ってくれるのを聞きたいはずだよ。まあ悩んでいるのはシスターグレイスであって、俺は別に気にしちゃいないが、ただもし鹿と音楽に詳しい親切な人が彼女を助けてくれたら。パットン、酒のおかわりかい。そのあいにく今日は持ち合わせがなくて一本しか頼めないんだ。僕は遠慮しとくよ。ウェンティ先生にリンゴ酒を一本追加で、俺のおごりでな。え、いいの？ありがとう、ガイア君。君は愛の詩の授業を受けた生徒の中で最も優秀な卒業生だよ。君のその情熱と優しさを称えよう。君のお酒はこの小さな詩人の悩みを吹き飛ばしてくれる。なら詩人はこの親切を他の誰かに引き継いでいかないとね。これはどうやら俺が買った酒の中で一番価値のあるものになったみたいだな。お前の助けがあればシスターグレイスの悩みもすぐに解決できるはずだ。彼女は風神様に対してあまりに敬虔で、だからこそ些細なことにも悩んじまうんだろう。安心して、飲み終わったら早速彼女のところに行ってみるから。もう後で君たちが彼女のところに行ったら、善良のシスターの憂いた顔もきっと晴れやかになってると思うよ。等到第二天不是喝完就去吗？ガイアってほんと食えないやつだよね。でもおごってもらったお酒は本当に美味しかったよ。
セピロス教会の合唱へのこだわりはよく知らないけど、でも大丈夫。本当に音楽が好きな人なら、僕の力は必ず役に立つはずだから。僕が幸せになれて、シスターも幸せになる。その上、聴衆まで幸せになれたら、いいこと尽くしでしょ。第二天是六点还是是早上六点还是晚上？这个可以吗？シスターグレイス、リハーサルの調子はどうだ？ガイア隊長、そのあなたが紹介してくれた詩人の友人だけど、ちょっとアドバイスが奇抜すぎて。奇抜だけど全く採用する価値がないわけでもないでしょ。信者たちは歌が好きではあるけど、歌い慣れてるのはどれも自分たちの好きな音楽だ。つまり練習を積んできた教会の聖歌隊のように息の合った合唱を披露するのはもともと無理なことなんだよ。だったら古い教会の歌に無理に慣れてもらうより、みんなが手っ取り早く習得できる新曲を作った方がいいと思ってね。もし助けが必要なら僕も手伝うつもりだよ。ほう、教会の聖歌隊が歌う曲はいつも決まったものだったから、この発想はなかなか斬新だな。シスターグレイス、少し考えてみてもいいんじゃないか。結成したばかりの新しい聖歌隊にプロ同然の歌を期待してはいないけど、こういった形で公演するのはさすがに少し適当すぎるんじゃないかしら。別にセピロス教会はそこまで厳しいところじゃないはずだぜ。信者たちが自由に表現するのもいいことだと思うが。ってことで、ウェンティ先生は風の神が新しい旋律を気に入ってくれると思うか？もちろん。これは新しいモンドが築かれた当初の全ての人たちが願っていたことだからね。それじゃあもう一人の友人の意見も聞いてみるとしよう。旅人、お前はどう思う？听众可能会不习惯。ああ、お前も賛同してくれるなら、ますます期待が膨れてくるな。まあ、全く不可能というわけではないけれど、これが私と若者の間にある考え方の差なのかしら。よし、これで全員納得はしたようだな。それじゃあ早速始めるとしよう。シスターグレイス、聖歌隊のみんなに伝えてもらえるか？ええ、みんなに言ってみるわ。その案で最後にもう一度試してみましょう。そうだ、歌詞を書く人をもう何人か探さない？みんなで作る歌なんだから、アイディアは多ければ多いほどいいでしょ。ああ、確かにその通りだな。手分けして人を探そうぜ、旅人。そうだな、一緒に曲を作るからにはせめて音楽のわかるやつが一人はいないとな。ああ、ちょうどいいやつがいる。バーバラに助っ人をお願いするのはどうだ？シスターグレイス、構わないか？ええ、バルバトス様に捧げる新しい曲のアイディアだといえばバーバラさんも興味を持ってくれるでしょうね。よし、それじゃあ大聖堂でバーバラを誘うのは旅人に任せるとしよう。俺はもう一人面白い友人を連れてくる。うん、これだ。この旋律を使えばきっと表現がもっと広がるはず。
我还以为 要进去呢。風の導くままに。あなたが大聖堂に来るなんて、なんだか久しぶりだね。我怎么感觉好像从道七开始有芭芭拉的剧情吗？我好像好久没有都听过。そんなこと気にしないで。就是互动过了。行ってみて。なるほど。うん、わかった。聖歌は古い口伝いの曲ばかりで、新しい聖歌を作ろうと思う人ってそういないんだ。年代久遠还口口相传。でも私たちが心を込めて真摯な気持ちで向かい合い、そして胸を打つような聖歌を作れれば、それが語り継がれて、いずれ未来の信者たちに祝福をもたらすことができるかもしれない。まさかあの詩人がこんなに素敵なことを思いつくなんてね。ぜひ私も参加させてちょうだい。もちろん、早速行こっか。何かお困りですか？卡亚居然是找的是迪欧娜、这是一个什么理由呢？よ、戻ってきたか。ちょっと遅いんだけど。ふん、ガイアって七星召喚をやるときによくあることないこと言って相手の動揺を誘う人で、かなり悪知恵が働くの。だからまずは確認させてちょうだい。何でも菓子に入れていいって本当？例えばムンドの酒造業の悪口を書いたり。跟我想的完全一样。あと、それを聖歌隊に歌ってもらえて、通行人や観光客たちに届けてくれるって本当？その点については俺が保証しよう。あいつはこんなことを気にはしないさ。それじゃあ私は歌詞にこう書くにゃ。酔っ払いさんはみんなバルバトス様に厳しく罰せられるって。ピッチ、はあ、なかなかユニークな歌詞だね。どうやら私は一人で仕事をしながら適当に歌を口ずさむのが性に合ってるみたいでね。だからシスターグレイスにタイミングがずれてるから合わせるようにと言われた時、聖歌隊を辞めるつもりでいたんだ。でもそれがまさか本当に適当に歌ってもいいだなんて。これなら私も安心だ。それにバーバラさんと一緒に作曲できるなんてすごく光栄だよ。みんなありがとう。それじゃあまずこの歌のテーマを考えよっか。ええ、伝統にのっとるならテーマは慈愛と恩情に満ちたバルバトス様を称えるになるはずね。ウェンティ先生はおそらくそのテーマはもう語り尽くされていて目新しさがない。バルバトス様は気に入ってくれないと思っているだろ。さすがガンヤ、僕の考えをすぐに感じ取ってくれるなんて。みんなには身の回りの小さな幸せから考えてみることをおすすめするよ。じゃあ夕べママが作ってくれた魚の頭のスープを褒めるとかでもいいの？うん、もちろん。一家団らんの日々を歌で讃えるのもいいと思うよ。じゃあ自由に歌わせてくれるモンドのことを讃えよう。ほら、アイデアがどんどん湧いてきたでしょ。まずはそれをメモして、それからガイアに。あれ、ガイアは？这是偷懒去了也没有啊，没有跑得很远。どうしたんだ？みんなとの話し合いに参加しないのか？もともとはお前を公演に誘うつもりだったんだが、それがまさか聖歌隊のリハーサルが難航しているなんてな。今はそのリハーサルも軌道に乗ったし、もう俺がいなくても大丈夫だろ？それにもしあの場に残り続けてたら
一緒に歌わされることになりそうだ。さすがにそれは勘弁してくれ。俺の詩を作る能力なんてたかが知れてるんだから。もし何もせず一日中広場で景色を眺めるのを休みっていうなら、確かにこれは当てはまらないだろうな。けどそれじゃあ退屈じゃないか。そこらをほっつき歩いて面白そうなことを見つけたら首を突っ込む。その方がよっぽど楽しいと俺は思うぜ。それにだ、シスターグレイスのために合唱リハーサルを手伝っていた間、俺が何も得られなかったとどうして断言できる？あれれ、授業をサボってる二人組みっけ。シスターの手伝いを頼んできたのは君たちの方でしょ。今は歌詞を集めてる段階なんだけど、どうしてガイア君は逃げようとしてるのかな。前にウェンティ先生に教えてもらったことはまだ覚えているぜ。風神が何よりも気にするのは、民の捧げる歌がどれほど美しいかじゃない、歌い手が心から歌えるかどうかだってな。能否从心里流出歌来。这是他的原话吗？あれだけ多くの信者が集まってバルバトス様のために詩を書いて歌ってる。モンドをいつも見守ってくれている風神にみんなの気持ちはもう届いているはずだ。俺たちが神様に歌を捧げるのはこれでもう実現しただろ。それだけで俺は十分さ。なるほど、それがガイアがあの場から離れたい理由なんだね。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに去るのがこの俺の美学でね。おっと、見抜かれちまったか。まったく口がうまいんだから、危うく信じるところだったよ。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに共有できる友が一人減るのはこの僕の美学に反してるんだ。ガイアが詩を書きたくないのなら、代わりに僕が詩を一つプレゼントするよ。無情な川の流れ、それに沿って漂う私の航路を縛る縄はもうありはしない。流れに身を任せながら搬送し、冬の雪と秋の霜に染まりながらかけてゆく。波は雄大にその音を荒ぶらせ、私は海の詩の中で聴衆を求めることなく歌うのだ。瞳に宿る星は夢に浸り、青い地平線の上にこぼれ落ちる幾千の金の破片を見つめる。天球はただ果てなく広がっていた。君も自由を追い求める人なら風神は祝福してくれる。どうしてその思いを捨ててみんなと一緒に歌わないんだい？縄を失った船は夜に迷わず、それどころか夜明けに向けて出航するか。素晴らしい情景だな。当たり前でしょ。信じるかどうかは君次第だけどね。でもモンドの風は迷い込んだ全ての船を港に誘ってくれるよ。やれやれ、こんなに惚れ惚れする詩をプレゼントされたんじゃ行かないのは失礼ってもんだな。さあ行こう。君たち二人は絶対に欠かせないんだから。如果你也是追逐自由的人，一起歌唱好吧。这个就感觉上特别的日常。可以，这样还剩下一条线是吧？观鸟客，这是又回须弥去了。
ファルよ。なぜ全我が王よ。ほう、どうやら野外公演をやっているようだな。这个会我们带着他去尼路那边。ああ、この前スメールのキャラバンに同行してた時、砂漠出身のボディーガードたちが金を弾きながら歌っているのを聞いてな。偶然にもこの劇の役者たちも砂漠の人間のようだ。見覚えのある顔もいるみたいだな。さあ、近くに行って見てみようぜ。就等于是这边是触发了这么一条线，舞台。我が王よ、神はあなた様に王位と王冠を与えました。そしてあなた様の王子クバッドは勇士を率いて凶暴たるファラシアを完膚なきまでに倒したのです。ファラシアに戦う勇気はもうありません。彼が送ってきた宝と人質、そしてこの和平交渉の手紙もすでにご覧になられたはず。我が王よ、この一戦はついに我が一族の雪辱を晴らしました。あなた様の領土開拓の願いもやがて実現するでしょう。ファラシアは賠償として土地を差し出すつもりだそうです。故に王子と私は和平交渉が国のためになると判断し、鎧を脱いで戦場から宮廷へと戻った次第。我が王よ、あなた様の意向をお聞かせください。ほう、王子クバットの物語だな。聞いたことあるか？大方の物語は俺が覚えてる。王が返答に迷っている間に俺が背景を補足してやろう。最も重要な人物は頭のいい王子クバットと好戦的な王カーブースの二人で、あのグンダファルは王子の師だ。王子がまだ幼かった頃、王は他者にそそのかされ、王子がママ母をいじめているのではないかと疑った。それによって王は王子に潔白を証明しろと命じるんだ。炎の中を歩いてみろとな。奇跡的に王子は炎に焼かれることなく試練を通過することができた。だが疑いの種はその時植えられてしまった。そして疑い深い父を避けるために王子は自ら戦場へと出向く。彼が交戦したのがさっき言ってたファラシア将軍の率いる軍隊だ。今のシーンは王子が戦いに勝利し和平条約を結ぶことに同意した後、手紙を書いて王に和平を受け入れさせようとしているところだな。お、王の答えが出たようだ。続きを見るとしよう。我现在一个问题就是，这个剧情这么重要吗？花了这么大的篇幅来解释。ファラシアが敗れたのは、その上に神がいたからじゃ。神が我々を守り、敵を罰した。ひとたび戦争が始まれば、彼らの血が大地を濡らし、彼らの勇士が皆枯れ果てるまで終わらない。もしクバッドがまだ王の息子であるならば、王であるこの世が与えた印象をまだ持っているならば、父の命令に従うのが道理であろう。都市を一つ滅ぼすのと国を一つ滅ぼすのとでは訳が違います。一気火星に都市を滅ぼせば、敵は我が軍を恐れ土地を差し出し怒りを抑えるでしょう。しかし一国を滅ぼすとなると、その者たちの国に一人でも残っている限り、我々を復讐の対象とみなし、10倍100倍の報復をするはずです。我が王よ、一国一族はまるで雑草のようなもの。
視界に広がる緑を燃やし尽くしても、またどこかで新芽が芽吹きます。これをどう滅ぼせというのですか。くどい。汝はもう老いた。和平に目がくれたのなら、前線から引くがよい。世の息子クバッドについては、手紙で呼び戻し、法に従って処罰しよう。なんてことを言うのです。どうして自分の子供を信じず、憎しみに溺れるのですか。彼が他人に濡れ衣を着せられた時、あなた様は彼の品性を疑い、彼に炎の中を歩かせた。しかし彼は無傷で潔白を証明したではありませんか。私はあなた様のために尽力しているのに、結局は邪険にされてしまう。そんなことがあっていいのですか。それは世が王で、汝がそうではないからじゃ。もう家に帰れ。妻と平穏に暮らすがよい。それ以上は話すな。これが私の仕える王なのか。その英知は執念によって蝕まれてしまった。和平条約が国にとって最善の決断であるにもかかわらず、断固として受け入れようとしない。方法を考えなくては。あの若造から平権を取り戻し、戦争を続けねば。そうじゃ、軍隊を送り、ファラシアと人質を抹殺しよう。いい演技だったぜ、ダビル。はっはっは。さっきガイアさんの姿が見えた時は、演技が下手で笑われないかとヒヤヒヤしたよ。所以这就是现在是一个什么东西，为什么要这么长的一个剧情。そんなことはないさ。そうだ、紹介しよう。こいつは国王カーブースを演じてたダビルだ。俺たちが知り合った頃、ダビルはまだキャラバンでボディーガードをやっててな。だが今はもう役者に転身したようだ。どうも。ガイアさんの友人なら俺の友人でもあるな。実は傭兵はあまり稼げなかったんだ。血にまみれた日々を送るより安定した仕事の方がいい。物語を語るのが得意だったんで、それを生かして仲間たちといろんな場所で公演をしてるのさ。この小さな舞台も借りてきた木板と布で組み立てた。だいぶ安上がりなんだぜ。ただ演技は得意なんだが、セリフを書くのはどうにも苦手でな。なかなかこれといったものが書けなかった。そこで教令院の学生に俺の知ってる物語を改編させたんだ。どうだ、結構良かっただろ。ああ、セリフが洗練されてて悪くなかったぜ。そいつは良かった。見ての通り、俺たちは観客が少ない。率直に聞くが、さっきの続きをまだ見たいと思うか。ああ、俺に急ぎの用はないし、旅人もそのはずだ。お前たちの芝居を見させてもらおう。チケットは2人分でいくらだ。这个不会真的是要看这个东西吧。我已经觉得没有意思了。何？ジャファータバーンで何か注文してくれたらいい。それが俺たちの分け前に入るからな。それに今回の劇にはもうスポンサーがついてるんだ。ただ観客があんまりいないせいで、スポンサーになってくれた商人が少し不機嫌ではあるが、これが終わったらもう支援してくれないだろう。ま、仕方ない。ダビル、アスガルがまだ来てない。先にあいつの衣装と剣を用意しよう。間に合わなくなる。ああ、分かった。それじゃあ俺は次の劇を用意してくる。また後でな。
ご注文は何にいたしますか？本日のおすすめはタンドリーチキンになります。少し待っていてくれ。メニューを見てから決めよう。前にオルモス校で仕事の話があったんだが、俺を騙そうとした嘘つきがいてな。その時にダビルが手を貸してくれたんだ。あいつはいいやつだぜ。物語を語るのもうまいし、面白いやつさ。面白いやつが面白いことをやっているのを見る。さらにもう一人愉快な友人がそれに付き添ってくれる。そうすればおのずと楽しみは絶えない。これこそいい気分を保つ秘訣だ。お前も真似してみるといい。オーダーを頼めるか。タンドリーチキンとデザートも少し注文しよう。ローズシュリカンド、パティサラプリン、ハニートゥルンバ、それぞれ一つずつだ。ゆっくり食べよう。この辺りにしよう。近くに人も少ないし、舞台に近い。食事を楽しみながら見るとしよう。俺の記憶が正しければ、この後のストーリーは王子サイドの話になる。内容はもちろん言わないでおこう。しっかり楽しんでくれよ。ああ、この物語はある残酷でリアルな結論を語っていてな。とても印象に残ってる。人は自分の出自を選べない。だが出自は逆に人の選択を制限する。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。伝票はこちらに置かせていただきますので、お会計の際はお呼びください。先に払おう。これで頼む。はい。少々多いようですが。お前のサービスに対するチップだと思ってくれ。香ばしい料理だ。ついでにコックにもよろしく頼むぜ。ありがとうございます。さあいただくとしよう、旅人。ガイアさん、それにご友人、すまないな。王子役のやつが来れそうにないんだ。所以已经猜想到了。あいつがいないと劇を始められない。悪いが今日はここまでのようだ。面白い。できないこともないぜ。ただ万が一しくじった場合、お前らに何か損失はないか？そんなのあるわけないさ。もともとあまり誰も見てないんだからな。だが逆にガイアさんの時間を取ってしまわないだろうか。なに、こうしたハプニングも時には楽しみをもたらしてくれるもんだ。そうだな。確かにガイアさんなら物語をもう知ってるはずだし、セリフを覚えるだけで済む。なんとかいけるかもしれない。いや待った、クバット役は衣装に着替える必要があるが、ガイアさんの体型とはあまりにサイズが合わないな。普段着てる服と舞台の衣装では全然違うんだ。この問題をどうにかしないことには。劇の衣装ならちょうど一着持ってるぜ。この舞台で着ても違和感ないはずだ。本当か？先に見せてもらっても。ああ、それじゃあ着替える場所を借りるぜ。おお、奥にある。ついてきてくれ。这是他那个海盗的那个服装。こうしてみるとなかなかに悪くない。普段着る機会がないのが惜しいくらいだ。おっと、嫌われちまったか。なら後で立派な芝居を見せてお前を驚かせてやらないとな。ガイアさん、これが台本だ。長くはないんだが時間が迫ってきてる。
覚えられそうか。どれどれ。セリフと立ち位置はだいたいこんな感じだ。練習時間がこんなに短いんじゃセリフを忘れたとしても仕方ない。その時は俺たちがフォローしよう。よし、準備完了だな。おう、じゃあ始めるか。这个有什么看头吗？我还是不是特别能理解。カーブスの息子、若き将軍よ。もう勝敗は明らかであろう。どうか残りの兵士は見逃してくれ。彼らに抗う力はもうない。ファラシア、お前は敗軍の将であるが、俺はお前の尊厳を守ると約束しよう。今やお前の最も好戦的な部下でさえ戦意を失った。和平交渉に反対する者は誰一人としていない。だが念のためもう一度問おう。ファラシア、和平と引き換えにこの契約を飲むか。今となってもはや駆け引きする力などない。俺の答えは、ああ、契約に同意しよう。争いを終わらせ、まだ生きている兵士を家に返したい。永遠に剣を置き、憎しみの連鎖から解放される。俺もそれを望んでいる。神のもと、今ここに国王カーブースがこの俺クバットに与えた印象に誓わん。お前の人質も配下の残党も全て見逃し、この地に平和を、戦場を農地に変えよう。すでにグンダファルに頼み、父上に手紙を送った。国王が先々の利益を見通し、俺の提案に同意することを願おう。ああ、お前は両国で有名な王子だ。その言葉を信じよう。戦場には儀式官もいないし、協約を結ぶ紙もない。そうだな、武器を掲げて使おうではないか。国王の息子クバットが、お前とその同族を守ろう。ひとたび誓いを破れば、俺の血が海を赤く染める。お客様のご友人、とってもかっこいいですね。本当に王子様みたいです。ロシャナ姉さん、見て見て、あのかっこよくて太っ腹なお客さん、ダビルたちと一緒に芝居をやってるわ。ダビルのやつ、運が味方してくれたようだな。王子よ、まだ間に合えばいいのですが、すでにファラシアと和平交渉を結ばれたのでしょうか。まだそんな無謀なことはしていない。ただ彼の家族の安全を保証したまでだ。王子よ、率直に申し上げましょう。カーブースはすでに憎しみと執念に囚われています。彼は血の怨嗟を結ぶことも厭わず、ファラシアたちを滅するつもりです。何？父上が和平に同意しないというのか。はい、私も進言をしたことで家に帰るよう叱責されました。王子が国へ帰れば、国王からの厳しい処罰が待ち受けているでしょう。クバット、私はお前の父が恐ろしいことをしでかすのではないかと心配なのだ。だから使として警告に来た。いや、休戦を保護にすることはできない。人は獣ではないのだ。すでに合意したことを覆してはならん。双方ともすでに疲労困憊。それなのに奴の欲望のために命を燃やし続けろというのか。俺が故郷を離れ見知らぬ地で戦っているのは、奴の願いのため、我が一族の使命のためだった。まさか俺はガイアさん、次のセリフは、俺は異教で死ぬよう運命づけられているのかだ。
そうあらねばならぬか。そんなセリフはない。ガイアさん、間違ってるって。終于稍微有一点意思了。舞台下の者よ。聞くがお前は運命を信じるか。運命から苦しみを与えられた時、お前はどうする？这是什么东西？这个是火的神之眼吗？ほう、そうあらねばならぬか。ああ、そうあらねばならぬ。この印象を放棄し、運命に抗おう。セリフが、王子、まさか父とあなた様の一切を裏切る気ですか。運命は争いの蹄が荒野を踏みしめ、この世が再び騒乱にまみれるのを見たいというのか。この剣が罪なき者の血に染まり、華やかな旗が俺の故郷から大地を覆うのを見たいというのか。そうはさせるものか。俺は断固として拒否する。いいぞ。どこの役者だ。ダビルが新しく見つけたのか。ち、邪魔するな。このクバッド、異教の地へと立ち、異教の地で一生を終わらそう。ふぅ、なんとか軌道を修正できたか。クバッドよ、衝動に駆られてはならん。少なくとも金銭と護衛の用意を。グンダファル、我が師であり父のような存在であるお前と別れるのは心苦しい。だが自由のために俺はこうしなくてはならない。さらばだ我が家族よ。さらばだ我が故郷よ。ああ、さらばだクバッドよ。剧中剧。あの、クバッド王子、サインをもらえますか？もちろんだとも、お嬢さん。ありがとうございます。今すぐペンを持ってきます。还有要签名没有带笔的。サインだけならお安い御用だ。芝居ってもんはなかなか面白いな。いつか騎士団の仕事を辞めたら役者になるのも悪くない。ダビル、この若い方を紹介してくれないか。あ、トゥースさん、すまない、来てたことに気がつかなかったなんて。舞台に観客が大勢集まってたから様子を見に来たのさ。素晴らしい芝居だったよ。今まで観客がいなかった方がおかしかったのだな。前々から君たちは輝けると思っていた。あのアドリブも実にいい。今後は毎回こういうのを入れよう。小道具は観客にあげるといい。別に貴重なものでもないしな。ありがとう。それから王子役をやってくれたガイアさんも感謝するぜ。もしガイアさんの助けがなかったら、これを最後に解散しようと思ってたんだ。この方はガイアというのか。うん、とても素晴らしかったぞ。私のキャラバンには余るほどうまい食べ物と酒がある。いつでも客として歓迎しよう。そいつは光栄だ。だがもうスメールに来てだいぶ経つ。モンドの友人たちが俺のことを恋しく思っている頃だろう。そう急いではいかんよ。旅には興がつきものだ。その中にある楽しさを知ればやみつきになるだろう。何はともあれ、興味が湧いたらいつでもダビルを通じて私に連絡するといい。それとダビル、今日の劇が終わったらまたスポンサーの件について話そう。私は先に宿へ戻るよ。ありがとう、トゥースさん。また後で。また助けられちまったな。ガイアさんは本当にいい人だ。神の祝福があらんこと
そうだ、ぜひもう何日か残ってくれ。まだちゃんと飯もおごれてないし。ダビル、アスナルが戻ってきたぞ。あいつ七星召喚に夢中になって時間を忘れてたらしい。早く来てくれ。はあ、また七星召喚か。今度こそきつく言ってやらんとな。ガイアさん、すぐ戻るから待っててくれ。ああ、そう急がなくていいぜ。まあ、卡住了。もう見なくなったな。さあ、早く行こう。あいつらが戻ってきたら余計ここから出られなくなる。よし、ここらでいいだろう。ここまで来ればもう見つけられないはずだ。全員の期待に応えるつもりはない。それに欠席してた役者が来たんだ。もう俺の手助けも必要ないだろう。人付き合いは嫌いじゃないが、食事や飲み会より舞台の上ではちゃめちゃに演じる方が俺は好きなんだ。お前はどうだった？劇は面白かったか？ほう、多くを語らず逆に俺に質問を返すとは、まったくずるいやつだぜ。なら俺もひるむわけにはいかない。そうだな、例えば世界が舞台だとして、全ての人が役者だとしよう。そんな考えはどうだ？ダビルに脚本を提供してる生徒と同じように、熾烈な神が全員の運命を左右しているのかもしれない。そう、熾烈な神だ。父と子を対立させ戦争を続けさせる、そんな苦痛を生み出してしまう神がな。もしそうなら、もっとひどい言葉で表現したって物足りないと思わないか？だから役者たちは目を覚ますべきなのさ。神に従う必要なんかなく、自分の思うままにアドリブをすればいい。親愛なる旅人よ、一つのことにとらわれるんじゃない。騙されるな。神は例えに過ぎない。重要なのは役者たちの方さ。俺たちを含む全員役者であり観客なんだ。もしこの脚本が嫌いなら舞台を降り観客になればいい。いつだって選択する権利はある。難しかったか？深く考える必要はない。俺はただ思ったことを思うがままに話しているだけだからな。もっと気を楽にしろ。気の向くままにやりたいことをやればいい。さっきお前が答えたように、あたふたとしながら話す内容が一番リアルな心の声だ。俺はそんな答えが大好きだぜ。あの小道具の印象はまだ持ってるか？あれはお前にやろう。今日のアドリブの記念としてな。とても有意義な一日だった。そう思わないか？后边呢就没有配音。哇，这个什么问题？问题回答，什么玩意儿？这个剧情线怎么说呢？虽然说是最后一个剧情线。我觉得没有这个璃月的，我现在还是感觉上这边凯亚的邀约弄完之后，感觉还是璃月的这个剧情线让人觉得最搞不明白。这边这个剧情线呢，我觉得一个问题是它的舞台吗？就是感觉这是叫什么，它的前戏我觉得这个弄得太长了。
真正是相当是自己去到了改变那个话，相当是才到了剧情，相当是有看到的地方。前面那个东西我觉得虽然是在铺垫，但是说实话可能跟我打的这边这个结局的顺序有关系。如果我是第一次打这个结局的话，就是我这五个结局我第一次我走的是这条线的话，我觉得应该我没有觉出什么来。但是我已经把之前前四个都结局都这个线我都走完之后，我再走这条线，我就觉得前面的这个它的铺垫实在是太长太没有必要。我都刚才我玩了我都快睡着了，真的是觉得可以再做得更有意思一些。总之这个前面这个它的一般演戏的那个部分吧，我是觉得真的是不是很享受。现在想想感觉上还是凯亚回酒庄甚至是跟一些其他的 NPC 去互动，我觉得是最有意思的。总之是这是这次凯亚他邀约的给我的这么一个这么一个感觉。像基本上呢现在也是38版本的尾声，已经是快结束了。这边应该是还有虚弥的大世界探索还是差一些，但是之前呢我是有提到，就是尤其是这个沙漠，我记得当时好像是有很多地下的部分探起来，包括这个地方也是探起来是非常难受。新的420版本新开之后呢，官方我记得当时他是有说是会增，好像现在公告可以看见，这边好像是有了新的公告啊。总之是系统优化，说是可以看见地下地图了。我估计呢这边由于是虚弥的内容还是比较多，我肯定是来不及就是给它补完了。总之虚弥的探索估计是先暂时告一段落，这边等420新的国度开之后呢，这边地下地图出来我估计是可以是探索起来应该是更有效率。总之是留到之后再说，就是等是这么一个计划。这边是这么看，总之呢是先之后的内容是先优先把 4.0 新的内容可能是先体验一下。这边我看一下应该是新的版本的角色权，应该也是之前官方是五星角色有预告，四星角色是这三个人是吧。林尼特这个是好像是会免费给你一个，感觉上就有点像 3.0 开的时候好像是给一个免费的科莱，这个感觉上应该也是差不多的一个样子。我不太清楚好不好使，毕竟还是没有实际的试过。但之前至少从科莱的那个尤其是一个纯免费的角色吧，感觉上可能应该不会说是特别的好使那种，所以说我是目前这边新的起源我兴趣不大。这个武器的东西我感觉到还是不错，四星的也是基本上都是很你抽到之后基本上都会用的。五星人比较可惜，就是因为我叶兰的这个弓我之前应该是已经抽到过了，所以说可能如果再抽到一个相同东西可能会有一点就是性价比会低下来，所以说这个武器我可能这个武器的它的价值还行，就是你应该不会说是抽到一把纯没有用的武器。但是由于是我已经有了一把，所以说可能对我的这个价值来讲应该是会低好多。其他东西好像就没了。OK， 总之呢是之前提到这边新的这些四星角色我看也不是我特别感兴趣，我估计呢就这样的了，就不会说是去专门去考虑有需要去攒宝点什么的。总之呢是这么一个这个东西。东西太多了我就不看了。总之呢在版本出来之前我把这边的这个祈愿看一下。应该是我直接看我网页的吧，网页的应该是更直白一些。74发、应该是0发，总之这个阿尔海森应该是上一次是74发出来的，相当于是一个
没有歪，所以说这次呢星海是有可能抽歪，但是呢也就无所谓了。这边呢就是我之前也提过是要一定要把星海抽出来，如果歪的话呢就重复的抽。然后相对来说比较好的事情是这边的四星角色，我好像修女是 一开始我在出申鹤之前其实是我跟关羽配对还是不错的，但后来由于是直接是我好像一直抽不到修女，先抽到申鹤，等于抽完之后呢再抽就相当于是我已经 完全是没有用了，或者说是我没有必要说是把申鹤踢下去。但是我不太清楚你的命之座三层好吧，然后法罗山是完全没有，所以说这边呢我可以就是多抽一些四星角色也没有问题。总之这么一个样子，这边我就 不说了，直接开抽。十发二十发三十发，有一点不好，因为一直在歪武器。这次的话呢，其实之前一些如果我角色都已经满命之作的话，倒是歪歪歪。这边的话，我是倒是想抽角色，反倒是没有，一直在歪武器。这是多少？四十发，五十发。最想要的不出，六十发，修女命之座已经满了，这个就有点尴尬了。七十发，感觉上这个差不多可能就是一个守恒定律。之前感觉上我抽角色抽奖都是挺走运，这次已经是明显感觉到最想要的是一直不出。然后我现在都有点担心我会不会歪，等于是78，现在是71 72 73，好像是74发开始几率会提高，75 76 7778，被我说中了，但等于是归零，78发归零，然后再重新抽。好吧，这个算是又把这个运气又给找不回来了，这是个什么原理？这个就相当于是个位数直接是抽到，这个几率是多少？可以这么看，0.6，含保底是1.6，我这应该是就是基础的0.6出的吧？这个保底应该是如果你一直0.6抽不到的话，它必定出的之后的一个综合计算。其实这个东西就是。其实是挺误导的，说实话。可以这样比较遗憾，但也并不是特别的运气不好那种。就是其实这些角色呢，我之前也是说了，燕飞好像就是 一上来就是满命的。修女的话是我刚开始需要的时候一直没有，现在是已经有了之后是。虽然说现在是把他的命之座给补满了，不过也是没有什么特别大的帮助，因为我申鹤感觉上是完全就是在配对上嘛，基本上是可以把修女给替代下，除非是打就是逆融化可以用一用。这层是帮助回能的，这层的后两层的帮助记得好像是就这是大的等级吧，大等级好像打融化还行，最后一层命之座我记得好像就是一个物理抗性的一个很奇怪的一个东西。可以，那就是最想弄的法罗山现在是一条命之座都没有，这真的是很难受啊。
我记得好像是它的这一层二层的命制作是增加它大的持续时间，好多角色，但是其实我对我这个账号倒是就是帮助，也不是说帮助吧，就是影响不大，因为是萧跟那个流浪者是完全是没有抽，我感觉上，总之我是不是特别喜欢，尤其是萧的那种，就相当于是你要攒一个大，然后去攻击，没有大的时候，完全打起来就特别难受的这种一个输出的一个模式，我是不是特别喜欢，所以说。法罗山作为一个风系的一个辅助的命之作，没有就没有吧，可能就是还是稍微的等一等。这个七七我已经有几个了，四只七七了，也算上。我记得好像我这个号是我第一个五星角色就是七七，这都是什么都是什么奇怪的命之作啊，攻击力下降 20%， 好吧。然后是新海这边，总之算是给抽到了。之后的话，我记得我之前应该是一直冰冻队是拿木纳，我其实也可以看一看，因为现在如果我这么想的话，就是莫纳是相当于是自己的加血弱一点，我是拿这个武器给他加血，然后输出的话呢，应该是这边是能加一个比较高的一个额外的伤害。新海应该是把你直接是换拿屠龙书，然后加血是靠自己的技能可以加。我这边有屠龙书都没有升满。总之这些角色的培养练级什么的我就不在屏幕上做了。这边呢，总之不出意外应该就是整个应该是开新的 4.0， 应该是封单吧，之前应该是全部的内容了，应该就是到这儿。之后的话呢，应该是我再确认一下，应该是没有别的东西了，就是之后的话呢是直接是我们 4.0 新的版本件，大概是这么一个样子。这期就到这儿了，也是谁能喜欢，我们 4.0 见，拜拜。